はい、タカさん、気になる男の254はとってもいい仕上がりになっていたんじゃないですか。まあ、これからどういうふうにやっていきますっていうのが、まあね、いつもなかったんですよ。ですんで、次の動画に期待ができなかったところがありますし、それからリレー動画っていうのは結局ね、ただ会話のキャッチボールをしてるわけじゃなくて、少なくとも YouTube で稼ぎたいっていう人は YouTube の動画1本でいくら稼げるかなってことを考えなくちゃいけないし、そっち向かわないといけないんですよ。結果的に稼げないかもしれないけども、でもその動画で稼ぐんだっていうふうに一本一本作っていかないと、これはね、稼げるわけないですよね。というのが、私は少なくともそうやってるからなんですよ。ということは、そういう思いでやってない人は駆逐されていくんですよね。まあね、仲間のようなライバルのような関係ですから、誰かが稼げば誰かが稼げなくなるっていうね、そういったイストリーゲームみたいなもんです。例えばね、タカさんが YouTube のコミュニティをセールスしてるときに、私も YouTube のコミュニティを同時にセールスしたらどうしますかってことにもなりますし、まあ覆面 YouTuber って形でね、顔出しをしない YouTube の作り方っていうのも、もちろんいいんですけども、私もそれできるわけですよ。やってないだけでね。やったらどうしますかってことになっちゃうんで、やっぱ2手先3手先ってのは、もしかしたら気のいい人ばかりじゃないぞと、いつ自分に対して牙を向いてくるかわからない、同じセールスをトップからかけてくるかわかんないっていうふうにも考えなくちゃいけないんですよね。ですんで、自分にしかできないものをやんなくちゃいけないんですよ。その自分にしかできないものっていうのが、自分の人格とか性格任せになっちゃうと、これはね、相当の人格とか性格のいい人に限られてくるんですよね。やっぱ視聴してくださる方っていうのは、自分の問題解決が一番なんで、極端なこと言ったら、なんかそんなにいい人じゃなくても自分の問題解決してくれるんだったらついていくわけなんですよ。まあそういうところもありますんでね、別になんかこう誰かに悪さをして金を稼ごうなんて思わなくても、この人どうかな、信用できるかどうか分かんないけど、とりあえずついていこうかなっていうのも、これも人の心理なわけなんですよね。はい、それでね、お金の悩み解決サポートチャンネル、いいじゃないですかね。チャンネル名変更までちょっと日数があると思いますけども、で、私の方からこれからね、出題します。こんなアイデアありますかってものをいくつか出しますんで、ぜひね、次回の動画で返信をしてくださるとよろしいかと思います。まず一つ目、メモしてくださいね。お金をかけずにお金を稼ぐ方法はどんなものがありますかね。私はいくつか答えを持ってます。あとね、数千円を数万円、要するに数千円の元金を数万円に増やすビジネスはどんなものがありますか。これはね、投資じゃない方がいいです。ビジネスの方がいいです。これも私も得意です、こういうの。あとね、ネットを使って稼ぐ方法、どんなものがあるでしょうか。できればね、今お話してるのは、自分の体験の中からこういったものをやってきましたっていうのが答えられるといいですよね。もし体験がなければ、そういうことをやってきた人の直接の関わりの人でやってきた人のお答えとか、直接じゃないんだけども、こういう有名人の本を読んで書いてあったよっていうのでもいいと思います。ネットを使って稼ぐ方法ね。それからネットを使わずに稼ぐ方法ね。いや、ネット使えないんで何か稼ぐ方法ないですかって相談された時にどうかなっていうところですよね。まあハワイで石を売るなんていうね、ことをね、私はお話したことがありますし、あと0円で不動産の事業を始めるっていうね、自分が土地も建物も持ってない状態で不動産で稼ぐっていう方法も紹介したことがありますけども、まあ無数にアイデアは出るんですよ。なぜならお金の問題解決をするときに、さまざまなシチュエーションの方がいるんで、こういう方だけ限定でお答えできますってことになると、ものすごくね、門戸が狭くなっちゃうんですよね。だからどんな方でも、日本人であるならね、私たちと同じような環境、同じような言語、同じような文化、習慣、常識で暮らしている方だったら、あ、大丈夫ですよって言えなければ、お金の問題解決はできないかなっていうところがあります、ね。それからね、特技をお金にする方法ね、いろんな方がそれぞれの特技を持ってます。でも特技がお金にならないから、なんか特技でもないことをやってるわけでしょ、だってね、将棋が得意なんですっていう人でね、将棋を打ってるわけですよ。でもすごいなんかね、将棋の段位を持ってるかもしれないし、将棋のベテランで将棋部のね、部長とかで地域の大会で優勝したかもしれない。そういった人が将棋を仕事にしてくれる環境に出会えなかったから、だからね、全然得意じゃない倉庫内作業とかやってるかもしれないんですよ。で、休憩時間に倉庫内作業してる同僚と将棋やってみたら、お前むちゃ強いじゃんみたいな、ね、ことになってるかもしれないんですよ。特技をお金にする方法、ね、それからもう一つね、苦手をお金にする方法は何かありますかって聞かれた時にどう答えるかってことですよね。まあここまでがスラスラと答えられると、もうどんな人のお金の問題解決もできるんじゃないかなと思いますね。
あなたはこれやったら、あなたはこれ、あなたはそれ、ね、途中までレールに乗せますみたいなね、そういうことができますよね。まあ付け加えるならね、こういうのもありますね。年代別稼ぎ方です。20代30代の方だったらこれですよとかね、40代50代の人だったらこれですよとかね、60代70代の人だったらこれですよ。あの昨年の話なんですけども、昨年の年末年始でね、私のところの塾生さん2000人ぐらいこうチャンネル登録が増えたことがあったんですよ。その時のテーマが生活保護だったんですよね。で、生活保護を受給されてる方とか生活保護を受けてましたよって、まあ所得のねあんまり高くない方が私の視聴者さんにダーッと流れ込んできて、たくさんのメールやメッセージいただいたんですけども、そういった人たちも私は稼がすことができたんですよ。一つの例を申し上げましょうか。60代後半から70代前半、ちょっと年齢正確に忘れちゃったんですけども、まあおじいちゃんです。おじいちゃんって言ったら申し訳ないかもしれませんけども、70歳前後の男性の方で、その方はね、特に運動した経験がないって言ってましたね。40年ぐらい、まあ学校に来た頃はそこそこ運動してらしいんですけども、授業とかでね、それ以来別に体を動かすほど趣味にしたわけじゃないし、なんせ、40年間無職でやってきたらしいです。真面目な方なんですけども、なかなか体が弱くってなかなかできなかったらしいんですよ。で、そういう方にね、あえてね、あ、じゃあね、空手教室やりましょうってお話をしましたね。空手なんて全然知らないですよって、あ、ちょうですかみたいなね、力道山ぐらいしか知りませんみたいなこと言ってたんですけども、大丈夫ですよと、空手を教えるわけではないんですと、空手教室という形を持った、礼儀とかしつけの教室ですよっていうふうにお話ししてね、その方にお願いしたのは、通学路に公園があるでしょ、近所に。で、そこに行ってこういった紙にね、ワンパック空手500円って書いて貼っておいてくださいと、その滑り台とかブランコにね。で、あとは毎朝通学路で小学生の男の子とかが通学してる時にね、そのそばで公園の中で、ラジオ体操してくださいってことをしたんですよ。まあこれはね、ほんとね、ラジオ体操で注目浴びなかったら別の手を打とうかと思ったんですけども、たまたまねそうやっていると、まあ10日ぐらいしてるとね、男の子が2人やってきて、空手を教わりたいっていうふうにお父さんとお母さんとね来たみたいなんですよ。それで、まあ、空手教室を始めたんですけども、実際に空手ってのは、その方が言われるのは、私全然経験がないし教えれませんよって言ったんでね、いや教えなくていいですよ空手なんて。で、空手はね礼に始まって礼に終わるんで、まずは小学生コースは礼儀をやりましょうみたいなことをやってね、空手の型を教えるよりも立ち方とか座り方とかね、 お辞儀の仕方とかそういうのをやればいいんじゃないですかって。で、ラジオ体操は義務付けてやると、だいたい30分ぐらいそれで終わりますからと。で、お父さんお母さんにはおはようっていうことと、おやすみっていうこととね、いただきますっていうことと、ありがとう、ごめんなさいっていうふうなこと、このね、言葉が、いくつか4つか5つの言葉が言えるようになるために、まあ、鍛えていけばいいんじゃないのって。そしたら、まあ、これは誰でも指導できるじゃないですか。で、あとは、ラジオ体操やって、まあ、公園の中をね、ジョギングしてみたりとか、そんなことでいいんだよって言ったら、だいたいこれが、ね、10人ぐらいになったそうなんですよ。で、毎月毎月、5000円入るようになったって形です。もちろん、茶封筒っていうかね、こうやってポンと現金で渡すもんですから、まあね、会計処理はどうなってるのか、私は追求してませんけどね、そこはね。まあ何しても、全く運動の経験がない人が空手教室を始めて、まあ今でもやってるのかどうか分かりませんけども、毎月5000円を手に入れられるようになりましたっていうふうにね、その方は報告してくださいました。で、教えてることは、空手の彼女も教えてないんですけども、まあ礼儀とか常識とかですね、こういったものを丁寧に教えてるだけなんですよね。で、結局保護者の方がいらっしゃってね、ものすごく空手教室に来たおかげで、別に喧嘩に役立てるわけでもなくて、体力がむちゃくちゃついたかってそうでもないんだけども、家の中でよくお手伝いするようになったんだよとかね、なんかなかなかしつけても知らなかった挨拶ができるようになったんですって、本当ありがとうございますみたいな感じでやってくださいましたね。だから空手教室なんですけど、わんぱく空手って書いてあって、別に空手教えないんですよ。そもそも教えられないし。でも私の書いた台本通りに、どんなことをやれば30分なら30分が埋まるかってこととね、それをもって1ヶ月500円ですから不満は出ないわけじゃないですか。でもなんかね、その時はね、お菓子とかをもらったらしい、お菓子って折り詰めのお菓子とかをいつもお世話になってますみたいな感じで、20代とか30代のお父さんお母さんがやってきてね、その方にお礼をしたみたいですよ。で、その方は生活保護なんですよ。
生活保護で人間関係もなかったけど失礼しました、人間関係もなかったんですけども、結局そういうことから始まって人間関係ができて、空手のおじちゃんみたいなね、空手の師匠みたいな感じで、そうそう、師匠ってあだ名がついたらしいですよ、師匠って面白いでしょ。今でもやってるのかどうか分かりませんけどもね、うん、やっぱり実際体壊しやすい人だったんで、まあ、もしかしたらちょっともう継続できてないかもしれないですよね。まあでも本当嬉しいなと思いました。でその5000円で稼いだお金で、まあ、速稼塾のねお金も払っていただいて、まあ私もね、その方速稼塾に入って勉強したいって言われたんで、速稼塾に入る前にこの方法を教えたんですよ。で頭金が稼げるんだったら入金してくださいって言ったんですけども、頭金も入れていただいてね、うん、それからちょっとどうなったのかよく分かりませんけど、でもね、誰でもできる、誰でも、あ、 A さん B さん C さんいろんな特質があるけども、 A さんならこれだよ、 B さんならこれだよ、 C さんならこれだよっていうふうにそれぞれ扱いやすい道具を渡してあげる、気づかせてあげるっていうのが私たちコンサルの役目じゃないかなと思うんですよ。だからね、これを使えば稼げますよっていうふうに、ま、コーチのね押し売りではいけないんですよ。でこれが扱えない人はさよならじゃないんですよ、うん、やっぱその人の才学とかレベルとか意識とか体力とか意欲に合わせたものを手渡してあげないといけないんですよね。俺についてこれのやつはもう知らねえよみたいなのもいいんですけどもそれはいささかちょっと気の毒かなというところありますよね。気持ちはあっても、うん、いろんな状況でできない方がいらっしゃいますんでね。じゃあ今回はこんな感じですから、あとタカさんの方でね返信がいただければいいかなと思っております。さあ、お話したようなお金をかけずにお金を稼ぐ方法、いくつかアイデアが浮かぶでしょうか。次回の返信動画ではこんなものが思いつきますっていうふうにいっぱい出てくるといいですね。まあ、それがすでにもうタカさんに対する集客になりますんで、ここまでたどり着くのに250話ぐらいかかりましたけども、でも順調なんじゃないですか、よかったと思います。改めて気になる男シリーズ再スタートです。いってらっしゃい。